森之助でございます。日本語でよろしくお願いいたします。えー、今日はあの世界に日本が誇る先進トイレットの事情を紹介申し上げます。あのご覧の通りのラインナップであの多機能ですよね。あの今日はあの入り口に入ってから仕事を済まして、外へ出るまでの間の一連のプロセスを追いかけながら、ちょっとレビューしていきたいと思います。 まず最初はあの何でもやってくれるロボットみたいなトイレという視点で見てまいりましょうまず一歩入りますとこの蓋がスーッとエレガントに開きますよね <laughs> いらっしゃいませっていう感じですよねおも,てなしの心ですもちろんあのこう仕事が済みますとそれも自動的に察知して流してくれるんですよね。 それからあの仕事が済んで手を洗う時も手をかざすだけで石鹸液出てきますしその後あと kind of <laughs> 水も出てきますよねその後あとエアブローもあー手をかざすだけで全部出てきますそれからあのメンテナンスについても全部自分でやってくれる賢いやつなんですよね。あの水を時々プチュてててやってくれて 自分自身が汚れないようにプロテクトしてくれてるんですよね。それからあのシャワーノズ,ルノズルにもセルフクリーニング機構が搭載されておりますし、それからあの洗剤を入れる口がありますから毎回流すたんびに便器自身が自分自身を掃除をしているというか優れものなんですよねで。皆さんお気づきになったと思うんですけれど、仕事をずっとスライダーバッチリトイレのどこにも触ることなく出てきましたよね。もうこの オペルーム並みのこの清潔さが保たれてるわけですよ、ね、で、こんなすごい優れもののロボット君んなんですけれど実はあったかいハートの持ち主でもあるんですよね。あの冬場こう便器に座る時ちょっとした勇気が要りますよね「うっ冷たい」ってやつですよね、まあ、世界中で何十億回って「うっめたい」があるんですけれどあの日本で当たり前のように便座があったかいんですよね。これれ外国の人みんんなびっくりするんでするでけど あのまあ、環境筋の方からもう、まあ、クレームつくわけですよヒューマンフレンドリーは分かったけど待機電力とかどうしてくれるのともったいないじゃないかとちゃんと技術者考えましたセンサータイプがもう出てまして入りますとセンサーがオンになって常温からたった6秒で人肌まで温めてくれると、まあ、これでまあエコ問題も解決というわけですね。でそどうやって6秒かというとこの通りであのニクロムンでゆるゆる温めるんじゃなくて 赤外線ランプ入ってますあの電球ですからプッとつければもうすぐパッと暖かくなると、まあ、ありがたい技術っていいですよね。そそもそもなんで6秒なのっていう話ですけれどあのちゃんとマーケティングデータが積んであってあの8割以上の人は6秒かかりますということで、まあ、エマージェンシーの時以外はあの大丈夫だということです。<laughs> で日本のトイレといえば何といってもこのシャワートイレですよね世界に誇る技術です80年に登場して以来一直線に伸びてまいりましてまたちょっとコンスティペーションね <laughs> あの今ではもう7割のお家庭があのこのシャ,シャワータイプに近代化されておりますとっても気持ちよくてですね一回これになれるともう外では心配になりますよねこれなしでは暮らしていけなくなるということで外に出た時の心配 についいいててでですすけどここれ心配ないんんねこういうサービスがちゃんとありましてレーダーシステム、試してみましょう、レーダーオン、東京、クローズアップ渋谷、ほら、ね、GPS 携帯持ってれば、今、一番近くのアベイラブルなシャワートイレが探知できる <laughs> ということになってますね。これ、あのコンシューマージェネレートメディアですからあの、皆さんがアップした情報が元になってます。まあ、東京は分かったけど、田舎どうすんのという話になります。試ししてみましょう レーダーオンロシア、ウラジオストック、うわ、超やばいと。<laughs> やっぱりないと。でも大丈夫ですね。ハンディタイプありますから、ド e トリープホームウィザ t フィ。ところで、まあ、あ今日お,お集まりの宿紳士、淑女の皆さんですけれど、あのトイレの中では思わずこう想定外のワイルドな音が出てしまうことがありますよね。恥ずかしいですね。どうすんのと。ちゃんと、ヒアリズ・アンサー。 ああこのエジソンさんが蓄音機を発明して以来さまざまな音響機器ができましたけれどついに日本で発見された新しい機能がこのカモフラージュでございます。音姫というカモフラージュだけのための装置が生まれております。でこのカモフラージュファミリーどんどん毎年進化しておりましてこのようにもういろんなブランチが出ております。中でも特にこの昨年来 注目されてるのがこのポータブルファミリーでちょっと持ってきたんですけどねこのハート型のこのかわいいのこういう感じ大丈夫ですねこれで leave home ってやつですよねでこれ実はすごいえご先祖様がいるということが発見されてましてなんと江戸時代300年前の江戸時代の旅籠にはこの乙消し壺っていうのがございまして。 これ水が入ってて、この蛇口のところをひねるとちょろちょろちょろっと音が出てくると、これ、水って洗うんじゃないんですよ、カモフラージュだけのためのものが昔からあったと、昔から日本人は恥ずかしかったんですね。で、男の子視線で見てみましょう、男の子は皆さん、一丁ずつ水鉄砲持ってますよね、狙いたくなりますよね。 男の子ハンターですからこれ有名なあのプラスチックのハエですよねここにどうしても狙いたくない一歩前に進んで出すので便器の周りが汚れないっていうメリットがあるんですねでもこれもエンジニアリングされてますこれすごいですよ間熱インクでできてますから打ち続けるとあのおしっこの温度で消えるとだからもうターミネイティッドっていう感じですねもう最近ではもう LED タイプも出てますから 夜専務を楽しめるということでこういったゲームライクな機能っていうのはインターフェースにはとっても重要な視点でございます次にえおもてなしの視点で見てみましょうあの日本のトイレあの日本のホテルに入るとトイレットペーパーの端が折ってあるんですよねこれはあのハウスキーピングが終わってますよっていうサインなんですけどまあ引き出しやすいじゃないですかまあそういう気配りなんですけどこれもエンジニアリングされてますここのメルボアっていう機械がありましてこれあの シングルアクションでシュッと出てくるという <laughs> あのとってもいや技術っていいですよねで折り紙といえば日本の伝統カルチャーなんですけれど <laughs> あのちゃんとこういうふうなマニアックな人たちがアートしててくれてるわけですよで、まあ、思うに新型のメルボアっていうのはこのつるぐらい折るようになるのもまあ、あのー、そう相談できるのかなと思って期待しております でエコロジー問題っていうのはあの最近は重要な問題ですよね。日本のトイレ見てみましょう。これ古くからあるタンクトイレタンクなんですけど実は2つの特徴がございます。1つはこのリユースですよね。あの手洗いの水が次の回のフラッシュにもう一回使えるという。それからも,もう一つはリリユースですねあの。レバーが左右に分かれていてあの台と商用になっていると。 これあの日本ではものすごく当たり前なんですけど世界の人はまだあんまり使ってない機能なのでぜひ、まあ、コピーしてもらいたいなと思う次第でございますもちろん最先端の,あの、えー、技術も頑張ってますよこのポンプ積んでみたりトラップ変えてみたり渦巻きにしてみたりということでどん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 水の使用量減ってまして今ではなんと30年前の4分の15リットル切ってるんですねまあなんかもうムーアの法則みたいですよねもうすぐなくなるんじゃないかと。 で最後のトピックは衛生関連についいてでございますあの先ほどのドクタータッチレスも「<laughs> お尻だけは触らんと駄目ですよね」で「どうしてくれんの」と「で究極の答え」っていうのはちょっとフューチャリスティックですけれどこういうふうにフィルムが出てきてぐるぐる回って毎回リフレッシュっていうのが理屈上あるわけですけれど日本ではもう80年代からこういうなんかスペースシップみたいな技術があの特急に乗れば あの味わえるとということでぜひあの外人の皆さんあの日本の特急でこのスペースシップみたいな気分をお楽しみください。でフューチャーのあトイレの未来を考える時に今開発中なのがヘルスチェック機能です。あのおしっこを検査してみたりあの体脂肪率を毎回測ってみたりとそのおトイレ使うたんびに自分の健康データを取ってくれてそれを電子カルテに勝手にファイリングしてつながった健康サイトで自分の管理をモニタリングしてくれると。 まいよいよそのドクターになりつつあるわけですよね。ありがたい話です。まとめてみましょう。一連のこのずっと来たプロセスっていうのは日本人のメンタリティに基づいているんですね。縦に並んでるようにあるときはそのハイジェニックであったり、えー、健康志向であったり、まあ、デリカシーであったり、まあ、おもてなしの機能であったり、環境コンシャスであったり。 よくは果てはその楽しさまで見つけていこうというこの必要な機能探索の,あの結果だと思います、まあ、この日本の誇るべきジャパニーズスーパートイレットマンが世界のトイレ事情を明るくしてくれることを希望しております。ありがとうございました